界に通用する音楽家を目指しています。アヤキは現在ボストンにあるバークリー音楽大学に留学しています。大学でも才能を認められ奨学金を得ている学生の中でも最も優秀なものに与えられるアウトスタンディングミュージシャンシップを受賞しました。When he did his assignments, he would come up with ideas that I had never thought of, and wow, this is really nice. いろんなことね、セッションして、まあいろんなその人とね出会ったり、またその文化の特色をこう学んで、また自分の中でこう見えていなかったその技術的なものを超えた感性といったものを勉強できたことが一番の利点ですね。一人でボストンで暮らすっていうのはかなり寂しいのなんじゃない？そうだね、結構寂しいね。なんか、特に最初のうちなんかはそうね、ノイローゼ気味になったかな、なんか。もう、なんだかよくわかんないね。本当にね、もう泣いて、もう雨いた日なんか1ヶ月かかったようなと思うんだけど、なんかね。そんなに？本当。で、まあ今はね、まあ、結構、英語の方も学んできて、まあ、少しいろんな人ともコミュニケーション取るようになってきたから、まあ、割とね、生活の方をちょっとこう頑張ってね、やってるんだけど。今でも、日本の家族や友人たちが恋しくなることがあると言います。そんな時は、母親からの手紙やファックスを励みにして、乗り越えているのだそうです。3、4歳の時には口が聞けなかったから、幼稚園に入る時もこの頃は、なんだろう、言ってることには理解できるけど、自分から答えられない。それは言わないのか言えなかったのかよくわからないけど、とにかくおとなしかった。で、音楽さえやってればね、一日レッスン室にいれば済むの、それで。もう食事も何もないの。楽器のところにいたら何時間でもこうやってる。初めてエレクトーンに触れたのが2歳の頃。それ以来音楽の世界にのめり込み、ジュニアエレクトーンコンクールで金賞を受賞するほか、国内外での数々のコンサートに出演してきました。大学が休暇期間に入った5月からの約4ヶ月間、アヤキは一時帰国しました。その間、水戸、長野、新潟など、地方各地で行われるヤマハ演奏研究コンサートのゲスト演奏を10本以上こなし、また8月17日のソロコンサートに向けて夜も寝ずに練習する日々が続きました。危ない。これ緊張したら間違いなくいけないなと思いながら。すいません、お待たせしました。退場しますんで。次の曲はちょっと、まあ、自分が、なんだろう、
孤独と戦いっていうのかな、こう自分がこうであるんだけど、なんか相手にはそれが丸消し伝わってないとか、逆に相手が、こう言ってるんだけど自分はそうじゃないんだよとかっていう、自分の中でもちょっとこういうコンプレックスみたいな、そういうこう相手には、うん、お前はどっちが何を言いたいのみたいな感じのこう言葉の壁というのですかね、その中で、こう相手には絶対伝わってなかったりみたいな、そういうちょっとした苦しい思いを込めた曲が次の What is the truth って曲なんですけど、まあ今からその曲をじゃあちょっとこうシンプルにピアノでお聞かせしたいと思います。What is the truth です、真実とはって曲です。自分といったものをね表現するっていう、その居心地のいいものがなんか音楽っていう感じがする。それでまたもともと人とあまりお話しするっていうことがすごく苦手なものだからね、なんかしかもそれで自分の持ってることの半分も言えてなくて、いつも人に誤解を招くなってことがよくあって、まあそれは、まあ、音楽を自分でやっていくっていう面では別にすればいいのかもしれないけど、まあ、人間的になところで自分を見たときはすごくまずいし、まずいものがあるよな。どうすればいいだろうって感じだけどね。コンサートを終えた時、あやきには今の自分に足りないものとこれからの課題が見えたそうです。見たことがあるんだけどさ、まあ、今回ね3ヶ月間いろいろ勉強して、来年のもう1月からもうプロの演奏家としてデビューをできるように、もう本当に音楽家としてもうどんどん自身成長して自身の活動に、ね、専念できるように頑張るよ。まあ、目標はもちろん高く、そうだな、自分としては、まあ、こんなこと言ったらバカだと思われるかもしれないけど、バッハ、ベートーベン、モーツァルト、ダ・ヴィンチ、その次のあやきがいるようなぐらいの音楽家になりたいと思ってるよ。いろいろな人の支えがあってね、自分が今あるっていうことにものすごく気づいた。まあ今回、今度はね、まあ、これからか、まあ、いろんな人の支えに甘えるっていうのではなく、それをまた武器にこれからも頑張っていくよ。みんな応援してくれ。